ケンジントンパレスダッチガーデンズオランダの庭園は、その緻密な雰囲気とスペースの効率的な利用によって、際立っている。国際的なレベルでは、チューリップのある庭園もオランダ庭園であると単純に分類できる。イングランドでは、オランダの庭とはより広い庭や、公園の一部であっても、多くの場合、池垣や壁に囲まれた、特定のタイプの長方形の庭空間に、 与えられるというものであった空間は、色とりどりの花を咲かせて植え付け、箱や他の蜜で刈り取られた低木、または低い壁で縁取りされて、高度に栽培され、幾何学的にしばしば対照的に作られ、そうして配置された人工の水域、噴水と水面が設けられる。花壇や水域は、幾何学的な経路パターンで交差しているため、その機能を損なうことなく、 庭を歩き回ることができる。一例には、オレンジの南にある、ケンジントン宮殿に隣接している。野心的ではないが、もう一つの例は、サリーのクラウド園がある。オランダの庭はその幾何学型が堅苦しく感じられもし、故にコテージガーデンが草花により、特徴付けられていて、曲がりくねっている非対称なパスや低木で花壇の、境界を育てることにより生じる花と草の間の、 ラインのぼやかしが特徴などと対照的である。他方、オランダ国内にあるオランダの一般的な家庭庭園で花や低木の配置は空間と光を効率的に利用しながらも非線形で非線形のものであるかもしれないが、オランダは最も人口密度の高い国の一つである。ため、住宅庭園は一般的に狭く家も隣同士に詰めて配置されているため、 利用できる光はそれほど多くなく、こうした制限のために、オランダに関連した庭園デザインに独特のスタイルが現れている。オランダ庭園の一般的な花は次の通り、アーセン城と庭園のバラパビリオンの一つ注目に値する公共のオランダ庭園は次の通り、ありがとうございます。